バーで戦うというのはチームにとってどんなものですか。まあ、そうですね、まあ、私もどちらかというとこっち側のタイプの選手だったので。手前だ、コースが変わった、逆サイド、足に当てました、スオビーク。素晴らしいセービングでしたね。この浮き球はしっかりと取ります。 3D 使えますもんね、はい、これはさっきのリスタート、ギリギリですね。本当ですね。渡辺剛です。スイッチを入れるかですが、福森スルーパス、うん、石原貴義が中を見てアウトにかけて、上原左足、ナイスブロック。ボイが後ろから打ってきました。左サイドアタック、最後までやりきりました仙台。カウンターに入った東京、後ろから田川が走った、長井が自分で打たない、踏み込んで長井、最後打ってきました、ナイスキーパースオビーク。まあ、ここコースね、ニアの方切ってるの、ここです。そこはヘディングの強い渡辺剛が見てます。どこだ、手前でのワフィアタミヤのヘディング、打ち合わせ成功、上原アピアタミヤ、仙台追いつきました62分。いや、質は高いボールでしたね。まあ、速さもありましたし、まあ、打ち合わせ通り外から中に入ってきてスピードを殺さずに、まあ、前半のジョアン・オマリ選手のヘディングもそうですけど、一番自分のスイートスポットを開けておいて速いヘディングを打ちましたよね。まあ、このタイミングと高さとそしてヘディングの角度、はい、あのキーパーとしては非常に止めにくいボールをあの打ちましたね。個人で解決することができます。アダイウトンの流れたが、後ろから森重打ってきた、ナイスキーパー、ナイスミドル、ナイスキーパー、森重、そしてスオビーク。あとはスオビークの反応、長井を使った、寄ってきた東、東がボックスの奥、折り返したぞ、ヘディングきたかな、ナイスキーパー、神がかったスオビーク。すごかったですね今のは。いや、ここですよね、はいはい、まあ、戻ったボールに対して素早くサイドステップを使いながらね、ポジショニングを移動してますよね、はい。まあ、ここでさらして入ってきた、折り返してきた、森重がまたひょうひょうとボックスまで踏み込んできました。アダイウトン、またスオビーク。